は大下正三郎でございます。今日はちょっとスーツ着ております。こんな感じで、いかがでしょうか。はい。お葬式やったわけでもないんです。今日は敬老の日ということで、僕今PTA の方の吹田市の片山地区の中で片山中学校 PTA の役をやっておりまして、各地区で、小学校一つの地区、敬老会があるんですね。ほんで、知らなかったんですが、今回、参加、どうですかのことお手紙もらいましたんで、本当は、平日の、ね、お店がありますので、なかなか出れないんですけども、10時から、30分ほどの式典ということで、式典と聞けばですね、着ていかなあかんということでですね、ちょっと久々にネクタイしてきたんですけども、式典が30分ほどということなので、ぜひ参加させてもらおうかなと思って、出てきてました。はい。ちょっとね、このマークなんやねんって聞かれたんですけどね、何人かに。これね、北朝鮮のブル、拉致被害者の方をなんとか救おうというブルーリボンの会というのがありましてね、それの協賛っていうか、少しでもね、お役に立てたらいいと思って、このようにしております。ね、この時期、ね、本当に危険な、不安な時ですけども、やはり、一番僕大切だと、自分がもし、拉致被害者の親やったら、ほんまもう、悲しい、もう辛くてね。はい。で、今日は敬老の日の話なんですけども、別に僕はですね、前出て挨拶するほど、偉いさんではありません。ただの、使いっ走りなんですけども。来賓ということで、ちょこんと座ってですね、結婚50周年、金婚式ですかの方の表彰であるとか、吹田市の後藤市長さんが来られて、挨拶されたり、で、連合会長の田中さんね、挨拶されたり、中村さんも皆さん、結構、僕も公民館と生態と、PTA やってるもんですが、どうしても重なるので、お名前もして、いい話をしていただいたんですね。で、この来賓ってね、いつも一言喋るコーナーがあるんですよね。これ卒業、入学式でいい卒業式。でも、何々の何々さんやったら一言だって、おめでとうございますみたいなね、おめでとうございますみたいな言うんですよね。で、僕、それもちろん、今回も敬老の日なんでね、敬老会、長生きおめでとうございますなんで、それだけではやはりですね、ちょっと面白ないじゃないですか。面白ないというか、聞いてはる方がね、敬老の方が、なんや、みんなおめでとう、おめでとう、なんやねん、なんやねんってなもんですわ。やはり、なんかちゃうこと言いよったなってね、先頭、やっぱり盛り上がれへんでしょ。僕が盛り上げんでもいいんですけどもですね、気になるタイプで盛り上げたいタイプ。で、いろいろ考えてました。やはり、敬老の日。大先輩。ね。大先輩、これからも長生きしてください。みたいなのを言おうかなと思って考えとったんですね。でもですね、大先輩おめでとうございますかね。でもこれ、みんな大概きっとおめでとうございます言うと思ったんですね。全員ほとんどの方がおめでとうございます、おめでとうございます。いや、それでいいんですよ、悪くない。ただね、僕なりに考えてですね、年配の方で、おめでとう、おめでとうって、もう何遍聞いたらええの、おったしは、みたいなね。知れませんよ。ちょっと膝も痛いし、お前、おめでとう、おめでとう言うのはもうみんな気が来たわってなことになったあかん思ってですね、僕はおめでとうというよりも、ありがとうを言おうかなと。考えましてですね。大下正三郎さんいたら、パッと立ってですね。今までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。って言ったんです。ちょっと違う。だから結局はですね、敬老の方というのはその片山地区のですね、昔からずっと片山地区のですね、いろんな役を得られ、戦争の時もあったやろし、経験もされてあるね、80何歳ぐらいの方やったら、地域を支えてくれはり、子供たちを育てて、また、ご自身の家庭のですね、自分の子供さんが
立派な方になって吹田を支えてくれ、日本を支えてくれた、これはね僕やっぱありがとうちゃうかな思ったんですよ。だから今までありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いしますって言うたんですけど、皆さんどう思います？こんな敬老の挨拶あるんでしょうか。まあ僕ら来賓でももう下っ端の方なんで、まあ下っ端で怒られるけど、まあ僕ら偉いさんももうほんま一瞬しかないんで、一瞬にかけた思いに、まあ確かに今80歳とかの方やったらもう戦争ご存知ですね。戦争ね、まあ最後でした、太平洋戦争があり、今日本が負けてね、知りませんけども、もう名もない中から立ち上がってこられた、もうどう言ったやろ、それこそ世界の歴史の中でも日本のこの戦後70年っていうんですか、ひょっとしたらものすごいパワーの、ね、ある方がですね、一生懸命働いていただいて今僕たちがあるんじゃないでしょうかね。本当にもう偉そうなこと言わせてもらったらありがとうございましたとしかないと思うんですね。で、まあ、僕なんかやったら自分の親に対してもやっぱ命をもらったありがとうやし、知らない人に関しては今まで本当に日本のために頑張っていただいて、そして今も頑張っていただいて、そしていろんなことを教えていただいてありがとう、これからもよろしくお願いします。僕はそんな敬老の日にしてみました。はい、お袋には田舎まんじゅう、義理のお母さんにはもなかを送って敬老の意を表しましたけど、こんなおしもでした。皆さん敬老の日どう過ごしでしたですかね。台風も本当に被害の遭われた方もおられると思いますので、その後もですねご注意のほどよろしくと言いますかね、気をつけてくださいね。これだけは本当に予想もできないことですのでね。はい、敬老の日、皆さんで、お年寄りのことを考え、また自分もまた年取っていくわけですのでね、お互い様という気持ちもいるかなと思いました。ちょっとテーマが大きかったんで、まとまってないかもしれませんけども、僕はこういうふうな形で敬老の日は、参加して、皆さんにお礼を言わせていただきました。皆さんも、いい敬老の日をお過ごしください。もう終わりですけどね。はい、ありがとうございました。